こんにちは、ヘアサロン ANC の星野です。今日は、愛用の道具たちを説明していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では今から、愛用のバリカンたちをこちらに並べていきたいと思います。はい、ではこちらに道具たちを並べました。では紹介していきます。じゃあまずこちらが、ウォールの100周年のクリッパーになります。これは、まずメインで全体的にこう長さを整えていくのに使ってるんですけど、パワーがめちゃくちゃあるので、髪の毛が多い人でも結構バリバリいてるんでリーンで使ってます。じゃあ次いきます。でこれがマジッククリップのコードレスですね。まあメインでさっきの100周年のクリッパーの方使ってるんですけど、この刃の入れ数をこれは自分で調節できるので、向こうのよりちょっと薄めにしてるので、粗刈りした後にこちらで少しこう調節しながら使うのに使ってます、マジッククリップ。で次が、ディティーラーですね。こちらが、これは刃の調整ができないのかな、 0.4mm になるんですけど、まあ、フェードスタイルの一番下の 0mm のスキンのところを作るベースで使ってます。めちゃくちゃパワーがあるんで使いやすいです。で続いてこれが、フィナーレですね。ウォールさんの 0mm のスキンフェードの時に、まあ、下を0にしていくのに使ってるんですけど、この刃のホイールがめちゃくちゃ薄いんで、毛が濃い人だと少しこう引っかかってしまうんですよね。だから毛があんまり濃くない人にはこれ使ってます。メインで使ってるのはどっちかっていうとこちらのパナソニックのシェーバーです、ね。これヒゲ剃りです。ヒゲ剃りなんですけど、ここのホイールがさっきと比べてもうちょっと厚いんですよね。ふにゃふにゃしてないので結構バリバリ硬い毛の人でも引っかからずにいけるんで、使ってますね。Amazon で2000円で買えます。これを 0mm のところで使ってます。でちょっとこう異色のこちらのカメラマンさんの愛用の、フィリップスのバリカンですね。使ったことないんで分かんないんですけど、こう一体型になってるってい こうちょっと斬新的なスタイルのバリカンです。まあ、めちゃくちゃ軽いんで、まあ、家でこうサイドとか整えたりとか、あとまあヒゲ伸ばしてる人とかやるには全然十分だと思います。切れ味は分かんないです、フィリックスって感じです。ほとんどオールさんのクリッパーで揃えてるんですけど、まあ、大きな理由としてはまずは重みが、これまあこっちのマジッククリップは軽いんですけど、5マリックんですけど、こっちのこの100周年モデル この重さ、まあ、多分シニアと中身は一緒だと思うんですけど、これは重みがあって手が疲れると思いきや、あの重みで髪の毛を刈っていけるんで、こうなんていうんですか、重さの移動がすごく自分の手にはしっくりくるんで、これが一番気に入って使ってます。あとはこの日本製のやつとかパナソニックさんのバリカンとかだと、こうカチカチってこうダイヤル式になってて、無段階調節じゃなくてこうダイヤルでこうミリ数を変えていく 5,6 段階あるっていうのが多いんですけど、このオールさんのやつは全シリーズ共通でここが無段階調節になってるんですよね。ここでこう刃が移動するんです。でマックスとまあ一番短いので調節できるんですけど、このここの刃の調節自体もこの自分でここのネジを緩めてミリ数を変えられるんですよね。でこれは確か、0.5 からマックスが2ミリぐらいだったかなになるように確か調節してます。でそのバリカンによって変えられるんで、一番始まりを 0.5 だったり 0.6 だったりにしたり、もしくは 0.4 とか始まりにしたりすることによって、フェードのグラデーションをつけるときにめちゃくちゃ便利なんですよね。で特にこの無段階調節なんで、自分その削りながら
自分のこのベストの長さを見つけるのにこう無段階調節があることによってやりやすいんで使ってます。それがオールさんのバリカンを使ってる一番の理由かもしれないです。今まではパナソニックで頑張ってたんですけど、どうもちょっと軽いのはいいんですけど、そのグラデーションのところが少し難しいなと思って、これに出会ってからはずっとこれ使ってます。はい。って感じですね。はい。で、メンテナンスとしては、フェード作るときに、ね、毛を払いながらやっていくこのブラシが、これもウォールさんのやつであるんですけど、フェードブラシか。で、こっち側はお客さんのこう、毛払うのに使って、同時にこう払いつつも、こっち側にあの、マシンの毛を払うのがこっち側についてるんで、これで、ね、まああの、やりながらもこう払いながらやってますね。やっぱりこう髪の毛と一緒にこう人の油がつくとこの歯の切れが悪くなってくるので、毛をよく払ってから、これですね、これがウォールさんのブレードアイスですね。でこれが何がいいかっていうと、歯を冷やしてくれる普通にスプレーなんですよ。でまあこう使いながら熱を持ってくると熱くなるんで、これをまあこう冷やしながらやるんですけど、まあ、すぐ乾くのもいいんですけど、消毒はできないや。これは、ウォールさんのスプレーは歯の冷却と、あと潤滑とかか、あとまあサビを防いでくれたりというのに使ってます。で、これですね、アンディスさんの、クールケアプラスですね。これもヴィンテージさんの方で購入させていただいてるんですけど、これは冷やして、サビも防いで、除菌もして歯の通りも良くして、なんか5 in 1らしいです。これめちゃくちゃいいです、はい、同色の子に結構勧めたりしてるんですけど、使わなくてもいいじゃんっていう人もいるんですけど、まあまあこういう世の中ですし、あの除菌というのをすごい言われてる世の中なんで気にする方もいると思いますし、自分もこれつけてた方がバリカンの持ちも良くなるし、この歯に優しくなるので、道具は長持ちさせたいので使ってます。って感じですかね。続いてカットコームですね。こちらで、まあ、まずメインでこのワイヤスパークとブロッシュさんのコラボのやつですね。これがまあ大きさとか、あとこの刃の長さとか、この薄さがこう均一なんですよね。こっちからこっちまで。だいたい普通のコームの場合って。こっからこっちに向かってこう細くなってるんですよね、こう山のように。だからこっち側がどうしても厚くなっちゃうんですけど、これは同じなんで、ここがね、だからここに出た毛もここに出た毛も同じでこう枯れるので、まあ、さっきのこのまずメインで使ってるクリッパーで、こうあれですね、こう粗刈りで使うのに、このバリカンの幅と、ここがジャストなんで、ここでね、はい、でまずこう粗刈りしていくのにメインで使ってます、はい、でまあカットコームは大きさによっていろいろあるんですけど、これが確かバリカン買うと、ついてくるやつですね。あ、これはついてこないです。これが、小さいサイズの方で、これが大きいサイズの方なんですけど、この小さいサイズの方が、まあ、小回りも効くんで、こっちでメインでこうカットするときは使ってます。あとまあ刈り上げするときも、大体自分はこっちのちょっと小さい方の、これはウォールさんのやつですね、これで使ってます。カットコームはこんな感じです、うん、で続いてまあヘッドコームですね。ヘッドコームはいつもヴィンテージさんで購入させていただいているこの3つの歯が3つあるやつですね。これが、セットで、まあ、自分も使ってるんですけど、すごい使いやすいんで、パマードをつける系のスタイル、七三とかスリックバックとかはほとんどこれで仕上げてます。でまあ少し微調整するのに、こっちのこれもブロッシュとケントのコラボのやつですね。コラボのここがすごい、ニードルがすごい使いやすいんで、これも使ってます。うん、セットコームは、あとこれもあるか、最近出てます。これもケントのコラボのやつですね。
これはまあ普通にまあオーソドックスな細かい節なんで、まあ、お客さんの普段使いでこう撫でつけるようなスタイルの人にいいかと思います。これ使ってます。コンマはそんな感じです。はい、自分はその2年前かな2年前の群馬のバーバーのセミナーで、まあ有名なバーバーさんたちが来てこうバーッと刈り上げてるセミナーだったんですけど、そこで皆さんが使ってるのがこのウォールのクリッパーだったんですよ。でその時にあの機械は何だろう、あのバリカンは何だろうってなって、その時にこう物販の販売コーナーがあって、そこでビーテージさんがいてこう説明してくれたんですけど、まず見て思ったのが使っててかっこいいなと思って、やっぱりこう道具って、まあ、切れりゃ何でもいいって言っちゃう、まあ、そこまでなんですけど、どうせだったらかっこいいものでこう仕事してた方がいいなと思って、男性の方のお客さんがほとんどなので、道具について聞かれたりとか、男の子って機械物好きなので、このバリカンはどこのやつですかとか聞かれると、こう説明するのも結構楽しいし、どうせやるんだったらかっこよく仕事したいんで、ビジュアルから入ったっていうのもありますね。あとはまあもちろんこう持ちやすさとかもあるんですけど、こうかっこいいじゃないですか、こういう風に飾ってあったら。でかっこいい道具で切られたらお客さんもかっこよくなるような感じがすると思うんで、まあ、かっこよくするんですけど、道具は結構そうですね、こだわって使った方がいいかなと思って、で使ってみたら使いやすさもすごく良かったんで、この機械のメーカーに知り合えて良かったなと思って使ってるんですけど、まあ必ずしもこれじゃなくちゃいけないってわけじゃないんですけど、自己満で使ってます。動画を最後まで見ていただきありがとうございました。今回はまあ道具紹介をさせていただいたんですけど、同業の同じまあ美容師の方に見てもらっても、そうじゃない方に見てもらっても何か参考になればいいなと思います。はい、道具の紹介は前からずっとしたいと思ってて、でお客さんからも道具の細かい説明についてしたらいいんじゃないっていう話を聞いていたのでまあ何か参考にしていただければ、購入先は概要欄の方に車めっちゃ来ますね、なんか見計らったかのように。ウォールさんのクリッパーのまあ購入先とか付随したその周りのものの購入先は概要欄の方に貼っておきますので、ぜひ参考にしてみてください。はい、ご質問とかご予約は、インスタグラムの DM と、公式 LINE、 あとはご予約はホットペッパーの方で空き時間が見れるんで、ぜひご利用してみてください。はい、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。次の動画でまたお会いしましょう。急に来ましたね、これ始めたら。そうそうそうOK です。はい。